まには趣向を変えて、メイキングっぽいのやってみようと思う。どんなんよ。作ってるところを完成までノーカットで垂れ流す。手際のいい人ならまだしも、お前のグダグダ建造をか。誰得。そんじゃ、今回は簡単なヘリコプターを作ってみましょう。パイロットシートは追加されたコンパクトタイプで、座席もコンパクトタイプを4個。極めてシンプルな小型ヘリを作っていきましょう。最初に座席から作るんか。エンジンとか動力系からってこともあるが、基本的に乗り物に要求される仕様の部分を先に作ることが多いな。今回は小型輸送ヘリだから、輸送部分を先に。クレーン車なら、クレーンを先に作る。で、その優先部分を運用できる動力なり作っていく感じ。今回は小型ヘリってことで、動力なども最低限を予定している。スモールエンジンと、メインローターと、テールローターの基本セットだな。そうそう。プリセットのヘリでよくね？それよりもコンパクトにしてみようって話よ。コクピットは計器類と、エンジンスロットルのレバー。ボタンはプッシュのエンジンスターター、トグルのジェイロと照明用。で、次は風防。ある程度全体像がつかめたらさっさと組んでいくぞ。エンジン部分との壁作って、屋根作って。ドラッグして範囲設置するとき、方向が違ったらシフトなりをして修正する。ブロックの範囲が思った方向に伸びなくてイライラするのな。あるある。で、窓パーツなんだけど、設置制限が無駄にうざい。置きたいところに置けないんだよな。カットペーストで強制的に置いていくのもいいけど、ミラーリングできないのが辛いところ。センターライン上ならバリバリ使う。カットペースト後のマージも制限がきついのよね。マージを忘れると分解しちゃうから注意。なんか微妙に高さが気に入らないからもう一段切り詰めるか。で、最後の窓をぼいっちょ。これでメインは完成と。あとはこいつに動力なりなんなり追加していくぞ。その前に足の目安をぼいっちょ。まずはメインローター。パワー用のパイプを通すために、壁をくり抜いてっと。パイプをつなげていこう。パイプの種類が追加されたから、これからは配線もシンプルにできる。エンジンは胴体後部でいいな。で、今度はエンジン。スモールエンジン。で、配管タイム。パイプをポイポイ。吸気、排気、燃料、冷却2つだな。燃料タンクはラージで。航続距離大事。ここでいいかな？また雑にポイッと。いや、これじゃダメだな。もう一段下げよう。なんで？なんとなく。ついでにバッテリーもここに置くか。行き当たりばったりだな。で、配管の続きっと。まず、冷却用ラジエーターはセットでいいとして。カーブパイプを置いていって。ついでに吸気とかのカーブパイプを置いていの。大体の方向を決定しておく。あとは細かく繋いでいこう。排気管に。吸気口に。ラジエーター。で、テールローター用にも動力パイプを伸ばしていくんだが、ぶっちゃけ、テールローターならスモールモーターでもいい。バッテリー依存で管理が面倒になるかな。まあ、スモールモーター用の電力くらいならジェネレーターで賄えるし。で、テールローターを適当な距離まで離して。これでだいぶヘリっぽくね。で、スモールジェネレーター。マグネットとか使う前提なら、充電する手段がないと辛いからな。で、スキットを作って。あ、ミラーリングを忘れてた。またうっかりミスして。まあ、慌てずに範囲選択で反転コピペしてっと。コピペした反対側の足も範囲に選択してコピーして。それを前方にも設置して、足の支柱が完成。忘れずにマージして。スキットを作る。それっぽい形にポポイのポイッと。ほらもうめっちゃヘリじゃん。ヘリだな。で、ぶっちゃけこのゲームじゃいらないんだけど、安定板を置いて。斜面ブロックでなだらかにしていいの。ライトも置いておくか。で、色も塗り分けて。緑黄色赤。小型だからメインローターは2枚でいいな。コレクティブで制御するなら、ヘリのブレードはニュートラルにしておこう。テールローターも3枚に減らして。マイコンマイコン。配線タイムだな。メーター用のマイコンでコンポジットして。それぞれのボタンに接続先を書いておいて。複合パネルもそれぞれ設定しておこう。ちゃんとチャンネルも設定してな。バッテリーと、燃料と、エンジン回転数と、エンジン温度でいいかな。個人用だとだんだん独自の役所が増えていくよな。バッテリーがバットとか、温度がテムクとか。そうねー。
で、該当するそれぞれの信号を結びつけていこう。バッテリーをチャンネル1に、タンク容量をチャンネル2に、エンジン回転数をチャンネル3に、エンジン温度をチャンネル4に。で、操縦席とジェイロのスイッチを。あ、ジェイロ忘れてた。お、物忘れかジジイ。うっかり。そのうっかりが頻発するのだろうかである。なんか、位置が微妙だな。この、1マスだけ飛び出てるのがなんとも。胴体下とかでいいだろ。ここでもいいけど。やっぱ上だな。ここで、変なこだわりを展開するのがテンプレ。風防を1マスずらそう。範囲選択肢の。まとめてずらす。ちなみに、カット&ペーストならロジックの配線は維持されるぞ。ほん。で、マージして胴体延長完了。配線再開。ジェイロスイッチ、ライトスイッチから伸ばしていの。エンジンスターターも繋げていの。スペルミス。最後に謎の A。意味が通じてるなら1文字くらい気にすんなよハゲ。で、各スイッチに操縦席のホットキーも繋げておこう。で、それぞれラベル設定して。トグルとプッシュの選択も忘れずに。で、操縦席とジェイロの信号を繋げて。WASD と上下左右の矢印だけど、人によって設定が変わるよな。WS をピッチにするか上昇下降にするかとか。プリセットのヘリと逆で設定するよなお前。WS が出力って認識なのよね。で、上下左右がエレボン的な感じでピッチとロールに。で、ジェイロとローター、スロットルとエンジンを接続して。最後に電気。機体ダメージありだと破損による断線とかを考慮する必要あるけど。まあ今回は気にしない。試しにスポーンして。コンポジットの配線を忘れていた。お前いつも電力とコンポジットとテレビの配線忘れるよな。完成目前で気が焦るのか。いや、ただの老化だろ。さっきからなんなん。まあまあ。よしよし、ちゃんと飛ぶな。じゃ、今度はウインチとか給油用のコネクターとか追加していこうか。流れるように機能拡張。フルイドコネクターは適当に燃料タンクとつなげてっと。コネクターリリース用のボタン設置して、配線つなげて。ウインチ設置の土台作って。ウインチとコネクターを設置して、配線してっと。操作は操縦席のホットキーでいいかな。ホットキーの4でマグネット、5と6でウインチ操作。ウインチ操作のキーはプッシュにしておこう。で、スモールウインチは動作が遅いから速度マックス。こんなもんか。真っ白ってのはちょっと。じゃあ、グレーで。困ったら黒くするのやめろ。ともっちゃ工房のプロトタイプって大体黒い。ほんじゃ早速着艦すって。このヘリは小型だから、ドローン用の甲板でも着艦できる。ダッシュもドキ優先ドローン用甲板にアプローチ。コネクター接続。あとは引っ張られつつ、ウインチを巻き上げて甲板中央に。波が穏やかだから直接降りてもいいんだけど、追加したウインチの動作確認も兼ねてな。これで安定しているのも、ジェイロのおかげだよな。ジェイロ便利。巻き上げていいの。巻き上げていいの。いい塔巻き巻き。いい塔巻き巻き。まあ開いて。まあ開いて。尺が足りない。巻き上げたら、スロットルを絞って、完全に降りると。着艦成功と。ローター畳んでいの。艦内に格納しての。このギミック好きだよなお前。こういうの大好き。これでよし。車輪じゃなくても安定して移動できるのか。普通のマグオールで強制的にずらしてるだけよ。今更だが、このヘリなんていうの？雑。雑？雑。確かに雑なヘリだもんな。簡素化に力を入れたと言ってほしいものだが、風防を追加したらリトルバードっぽくなったから、あえてこのまま使う。こだわりの回転灯。発艦は前回の無難ヘリで言ったように、エンジン出力が安定したのを確認してからコネクタを外す。これまた、波が穏やかだから気にしなくていいんだけどな。このヘリ自体が軽いから、悪天候での飛行そのものが不向きなのよね。こんなの飛行許可とかでないだろ。雑すぎ。雑通ですから。楽しい。楽しいのはいいか？さっきから出ているあの船なんなん？ジャジャマリオン。ジャジャマリオン。建造中のアドバンスドラッコ級だな。スタビライザー装備の連装放水銃やドローン用甲板、小型艇搭載の巡視艇。まだ建造中だがな。
マグネットが荒ぶって細かい調整できてないのよ。ほう。あ、そうそう。小型ヘリ作る時の注意。何よ。なんか1ブロック飛び出てんぞ。いや、これはいいとして。ヘリの胴体幅を詰めた時のジャイロの暴走よ。ジャイロの暴走？ジャイロがパイロットに殴りかかるのか？なわけあるか。ジャイロ経由の姿勢制御で発生する現象よ。この雑通は、ロール方向で発生している。なんかガクブルしてんな。これね、ジャイロによる制御の値が大きいと発生する現象なのよ。どういうことだってばよ。ジャイロも所詮はプログラムで再現されている。フィードバック制御の値がオーバーシュートしている状態なのよ。意味わからん。右に傾いたから左に傾けようとするんだけど、左に傾ける力が大きすぎて。今度は左に傾いて、右に傾けようとするんだけど、力が大きすぎて水平を越えて右に傾く。それを短時間で繰り返している。飛行機の打力なんかで、スピードを上げるとパタパタするのもそれが原因。今回は、ロールが問題だから、ロールしにくくするといい。まずは左右に1ブロック追加。え、これだけ？今回のは胴体が細すぎて、キールバラストみたいな状態で水平に戻ろうとする力が強すぎたから、水平に戻りにくい機体にしたらいいのよ。まだガクブルしてるか。旋回時だけな。じゃ、もう1ブロック追加だ。随分と場当たり的な対象用法ですな。データを取りつつ調整するのは当然のことである。ほん。だいぶ改善されたな。ダメ押しにもう1ブロック。左右に3ブロック延長した雑通がこちら。あれ？じゃあさっきまでの黒い雑通は？あれね、こいつの量産型なんですよ。こっちはジェネレータがなかったりしてるでしょ？黒い方は、着陸用の足の長さを伸ばして同じ効果を得てるの。ガクブルしなくなったな。でんでんで、3ブロック延長したことで安定したわけじゃん。せやな。3ブロック幅ってことは、フロートがちょうどよくね。ああ、そうなるのか。フロートは機体の重心の真下を基準に、前後に等間隔で並べるようにする。この機体だと、片側4個くらいあれば浮くかな？フロートを増やすときはできるだけ4隅を増やすようにして、バランスを取ろう。これでよし。ほんじゃ着水と。今回は機体の幅を調整してジャイロを抑え込んだが、飛行機の座面がパタパタするのを抑えたいときは、ワンランク下のパーツを使うと改善されたりする。制御する力が大きすぎて荒ぶるわけだからな。ただ、飛行機だと速度域によって力が変わるから、一概には言えんけどな。高速だとパタパタするけど、低速域では問題なかったりな。まあ、ともあれ。これでフロート雑通だ。お手軽改造。最初はあんな一つのブロックだったのが、こんな立派になっちゃって。言うほど立派か？とりあえず、今回はここまで。また次回お会いしましょう。にゃおにゃおにゃおー。晩飯に釣った魚でも食うか。お前にはやらんか。にゃーん。